はい、皆さんご注意しております。です。いつも YouTube、Facebook、Google Plus、いろいろね、見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン、コンビニさんで購入いたしました。富士省の、ピンダっつうんですかね。ドライ塩キャラメルピーナッツと。172円でございました。どんなか、塩キャラメルコーティングをしている、ピーナッツと。どうなんでしょうか。あー、なるほど。あ、こういう商品ありますよね。これがうまいんだよな。あ、いや、これ違うね。はい。一ボケありましたけど。こういう商品ありますよね。豆系の商品。その塩キャラメル。塩キャラメル。おー。いただきます。うん。うん。うん、あー、うん、うん、うん、わかんない。不思議だよな。うまい。けど不思議な味だよ。塩キャラメル。うん、まあなんか一瞬なあれな何これっていう、なんかもしこれ何も説明されてなくて、なんかお皿かなんかに乗ってで、はいどうぞって渡されて食べたら、えこれ何みたいな、わかんないね。でもこのキャラメルの甘さがやっぱりあるね。うん。まあ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 いいんじゃないかな。ただこの手のやつはね、少量で高いんでね、172円じゃなかなかね、ちょっとリピートというか、これどうなんですかね、リピートとか考えてるんですかね。やっぱ考えてるんだろうね。まあそれは考えてるよな。ドライ塩キャラメルピーナッツ。オランダ語でピーナッツとピンダと言います。そのピンダに塩キャラメルをコーティング。ぜひご賞味くださいと。あ、そうなんですね。ということで。はい、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、ピンダ、ドライ塩キャラメルピーナッツでございました。ありがとうございました。